年輪年代学、年輪年代学、年輪年代学、英語、デンドロークロノラジーとは、樹木の年輪パターンを分析することによって、年代を科学的に決定する方法である。アリゾナ大学の A.E. ダグラスによって、20世紀に発明、発展された。本法を適用することで樹木の年代は正確に、歴年単位で決定することができる。温帯、艦体など、 気候の年収規制が明瞭な地域に生育する。樹木は1年ごとに年輪を形成する。年輪の成長量は気候などの環境要因によって大きく影響されるため、樹木に刻まれた年輪の観測パターンはその木が生育していた時代の環境変動を反映している。同じ地域、時代に成長した木々であれば、刻まれた年輪パターンも類似したものとなるため、異なる。 樹木間でも年輪パターンを1対1で対応させることができる。年輪幅や密度など木々に共通の平均的な年輪パターンの変化をグラフにしたものを標準年輪曲線という。様々な時代の樹木資料について共通する部分を手がかりに年輪曲線をつなぎ合わせていくことによって標準年輪曲線を作成し現代から過去に遡って 年輪の変化パターンを得ることができる。完全な標準年輪曲線としては、ドイツ南部地方、マイン川、ライン川流域のリバーオークについて約1万年前まで、米国南西部、カリフォルニア州ホワイトマウンテンのブリストルコーン、イガゴ用について約8500年前まで遡れるものが作成されている。 年輪年代学では、標準年輪曲線を作成する過程が最も重要である。原則的には、樹木の年輪は、生育地域の環境変動を反映し、また種が異なれば変動パターンも異なる。同種であっても、樹齢や環境によって、個体差が生じる。このため、正確な標準年輪曲線を作成するには、目的とする地域に生育する、下同種の木について、 複数の資料が必要となる。標準年輪曲線を作成する際には、はじめに、同地域に生息する同種の木について、輪切りにした資料をたくさん用意する。それぞれの資料について、年輪の幅を測定する。資料によっては、中外や普及によって年輪が損害を受けている。また同一資料内でも枝張りや根張り、当て剤などの異常性長部位がある。そのため、 こうした部位を避けて年輪を測る。例えば年輪幅では通常 0.01mm 程度の精度で測定する。年輪の幅は一般的に若い木では広く、老齢の木では狭くなる。木は外側に木質を形成して成長していくので、若いうちに形成される内側の年輪は幅が広く、外側に行くにつれ狭くなる。樹齢による 年輪幅の変化は種に共通であるので、標準化と呼ばれる数値処理により、樹齢による傾向を除去する。この操作によって、気候など広い地域に共通に見られる環境変動のみを反映した年輪の公共パターンが得られる。いくつかの異なる木について、同様のパターンを作成し、平均化することで、個体差を相殺した地域、種に共通の年輪パターン。 すなわち、標準年輪曲線が得られる。現在生育している木について、標準年輪曲線が作成できれば、遺跡などから発見された木材でも、年輪パターンを対比することで年代を正確に決定することができる。この手法をクロスデーティングという、地中から発掘されたり、材木として利用されている過去の樹木資料について、同様に年輪パターンを作成し、 基地の標準年輪曲線と比較する。両者に共通するパターンが発見できれば、それをもとに年輪曲線を過去に延長することができる。年輪年代学の最も優れた点は、樹木の年代を年単位で正確に決定できることである。年輪年代法と共に代表的な年代決定法である、放射性炭素年代測定で求められる年代は必然的に 数十年から数年の統計的な誤差が含まれるが、年輪年代法を併用することによって、より正確な年代の決定が可能となる。また近年は、年代が分かっている樹木年輪を用いて、大気中の放射性炭素濃度を測定し、標準的な C 濃度変動が作成されている。このデータは、放射性炭素年代の歴年代への構成に用いられている。 年輪年代学の手法で決定される年代は、あくまで樹木自体の年代であり、必ずしも建築物や木造品が制作されたり使用された年代、歴史年代を決定するものではない。故しして時間が経過してから使用されたもの、別の用途から再利用されたものでは、時代が古く、また補修のために追加されたもの、表面を削ったものは、 考古学的な推定とは異なる場合があることに注意が必要である。これは年輪だけではなく他の自然科学的年代測定に共通の問題である。1996年4月、日本の奈良文化財研究所の光、谷匠が大阪府池上曽根遺跡の大型建物一の柱材、日のの年輪年代を調べて、紀元前十二年であることがわかり、 大型建物1は、考古学的相対年代では、弥生時代中期後半にあたる、外然性が高いと公表。これが、放射性炭素年代測定による、ウイーグルマッチングにより追認されたことにより、たとえ古材産利用があったとしても、機内、弥生時代中期後半の一点が、紀元前1世紀に存在することが、確実視されるようになった。それまで、機内の弥生時代中期後半を、 紀元後一世紀代とする説が広く知られていたので、人年代が急に約一世紀ほどを遡ったように見え、世間に大きな衝撃を与えた。ただし、学術研究の場では、中国製青銅器等との交差年代によって、北部九州の弥生中期後半が全一世紀代に遡ることは半ば常識化していた。標準年輪曲線は、 過去の気候変動を反映しているため、これを分析して、過去の気候を知ることができる、年輪気候学。年輪と類似した模様は、氷床コアや、故障堆積物の年層、バーブにも見られる。故障堆積物の量や種類は、湖面の凍結した年と凍結しなかった年で変動し、この変化を年輪年代学と同様の方法で分析し、年代決定に使うことができる。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。